浅草オペラ、浅草オペラ、浅草オペラ、1917年から1923年は、関東大震災までの対正年間、作曲家の笹効家や工業士の根岸吉,吉之助、ダンサーの高木徳子らが中心となり東京の浅草で上演され、一大ブームを起こしたオペラ、オペレッタとそのムーブメントである。第一次世界大戦後の公共を背景に、日本国内における、 オペラ及び西洋音楽の大衆化に大きな役割を果たした。1916年、大正5年、アメリカでダンサーをしていた高木徳子が世界的バラエティ一座を旗揚げ、同年5月27日から10日間にわたり、浅草公園6区、戦争時西側の工業街の活動写真館、キネクラブで昼夜連続公演を行う。 アメリカ流のボードビルであったが、この公演の成功をもって、浅草オペラの講師とする。一方、1911年、明治44年に始まる麹町区丸の内の帝国劇場、帝劇、現在の千代田区丸の内を舞台にしたオペラが、1916年5月の帝劇洋劇部の解散により行き場をなくす。高木は、7月に一座を解散し、9月に、 岩高氏と組弟子たち及び、定劇洋楽部のメンバーの一部と共に新劇団、歌舞劇協会を結成、川上貞役子の一座との合同公演を交付。暮れには、赤坂区た池、現在の港区赤坂市の二丁目あたりで行い、翌1917年、大正6年1月22日、浅草ロックの根岸工業部、常磐座でオペラ、序群出生を、上演。 大ヒットする。ここから、浅草オペラの時代が始まるとされる。この間、定劇で指導に当たっていた、イタリア人演劇カローシーが、赤坂区、現在の港区赤坂にオペラ劇場、ローヤル館を創設する。田谷力蔵はここに参加している。定劇洋楽部解散午後5ヶ月後の1916年10月から、興行を開始するが、原信子は、翌年11月に去り、 工業的な問題や内部の路線対立から1918年、大正7年2月、1年余りで解散に追い込まれてしまう。東京畜音機、後の日本コロンビアの音楽制作者、笹効果が立ち上がり、東京歌劇座を結成、1917年10月23日、浅草、日本館を常設館としてオペラの公演を開始する。 笹は作詞、作曲、歌い手ダンサーとしては、石井清杉菅博沢も、リノといったメンバー。小杉吉雄もここにいた。翌1918年2月には、解散した、ローヤル館の残党、清水金太郎、清水静子の夫妻、ピアニスト沢田柳吉を迎え、同年3月末まで公演した。オフ,フェンバック作の、天国と地獄は、好評を博した。 4月以降の日本館での公演は朝日歌劇団が行った。朝日には新国劇をやめた富山栄次郎、後の藤原義恵がいた。また、同年3月、原が原信子歌劇団を結成。ローヤル出身の谷、谷堀田金星はこれに参加。浅草、観音劇場でアイヒベルク作のオペレッタ、アルカンタラの医者、6月には、 リヒャルト・シュトラウス作のサロミを講演。タヤは同年秋に突然退団。サザの東京歌劇座に参加。さらに、清水夫妻、藤原義恵と共に、七昭和劇団を結成。翌1919 19年、大正八年二月にはネギ首工業部の金流館でアルカンタラの医者を講演する。翌月原は一座を解散。引退宣言をして渡米する。 同年5月には、小竹が浅草オペラに参入、新生歌舞劇団を結成、伊庭、岸田達也、高田正夫、高田聖子、藤原義枝ローヤル出身者を引き抜く。エビスタニザで、伊庭の新作、ブライカン、戦争の死自由を公演。翌月には、岸田は退団して、宝塚歌劇団入りする。同年10月、高木徳子が28歳で死去。 翌1920年、大正9年3月、藤原がイタリアへ留学へ立つ。そして同年8月、根岸工業部の金流館監主、根岸吉之助が、伊庭、清水夫妻、高田夫妻、田屋、堀田といった新生株劇団幹部を、小区から引き抜き、根岸専属とし、根岸大歌劇団を結成、同年10月11日に、伊庭作 竹内平吉作曲、高田正夫コレオグラフによる、オペラ、釈迦を、公演、嫁の取引公演では、高田の弟子として、同劇団に参加し、二村啓一、当時、二村啓一が、初舞台を踏んでいる。同劇団には、安藤文子がスタートしていた。自称、グランドオペラの、ネ岸大歌劇団、金流館の時代の幕開けである。あまた拡挙した、浅草オペラは、 金流館に集中する。金流館は1921年、大正10年末に大改築工事を行い、同年12月31日に、再び幕を開けた。1922年、大正11年3月20日、ネギシ歌劇団が、ビゼのオペラ、カルメンを初演。そのコーラスで、榎本健一、榎健がデビューしている。ジュゼッペベルリ作の、椿姫など、 通俗的な場面が人気を博した。浅草でのオペラ、オペレッタ公演は、定劇でのそれとは違い、何と言っても、大衆の者の、若者のものであった。入場料が安く、20銭ないしは10銭で半日、楽しむことができた。浅草オペラの熱狂的なファンは、ペラゴロ、オペラゴロ付きとも呼ばれた、女ギ太ユの取り巻きファンを、洞察連、どうする連と呼んだのと同様である。 後年有名になる、当時のペラゴロ青年に、浜本博士、後に、小説、浅草の明かり、1938年を書いた、近藤公、佐藤八郎らがいた。また、ペラゴロとまでは行かなかったが、浅草オペラを愛好した青少年には、宮沢賢治、小林秀夫、近秀美、徳川無生、東郷政治、川端康成らがいた。宮は、タヤの名を織り込んだし、 箱館校春夜、合計、1924年作、春と修羅第二集初週を残し、文大賞に影響を受けた、オペレッタ、木が陣営。1922年、通称、バナナン大賞を書き、花巻農学校で上演している。なお、川端の小説、浅草くれない団。1929年は、浅草オペラの後の時代の浅草を描いた作品である。 1923年、大正12年9月1日、突如襲いかかった関東大震災により、浅草は壊滅的な被害を受け、大道具、小道具や楽譜類が消失、劇場も使用不能となった。浅草での上演は行えなくなり、旅工業や浅草以外での東京公演を行った。1924年、大正13年3月にはついに、 ネギ大歌劇団は解散、タヤラが別の歌劇団を結成したり、上演内容が貧弱になったりしたため、大衆の関心が離れて集客力が低下。1925年、大正14年10月の浅草劇場でのオペラの怪人上演を最後に浅草オペラは消滅した。やがて浅草公園ロックは復興し、浅草オペラは人的にも文化的にも レビューや経営劇を残した。江本健一らのカジノホーリーやプペダンサント、古川六パらの笑いの王国が花開いた。1931年、昭和6年12月31日には陸軍と山学校出身で浅草オペラ時代にテナー歌手として活躍し、後に玉木座の支配人に転身した佐々木千里が角はずにムーランルージュ新宿座を開き、 この文化を継承した。2005年、平成17年に、佐野ノオが主催する東京歌劇座が浅草小ホールで80年ぶりに復活上演を行った。有名なコロッケの歌は、佐サ効果の東京歌劇団のカフェへの夜からのヒットであるが、定劇の取締役であった、増田太郎家じゃこと男爵増田太郎が作詞作曲し、1917年に、 低劇での女優劇、ドッチャダンネの公演で発表した洋風コータ、コロッケを笹がリサイクル利用したものである。オーケストラの草明け、篠原正が指揮したのは15人前後の編成のコンパクトなものであり、天才ピアニストと呼ばれた沢田柳吉は塩尾服を脱ぎ捨て、陰板点を羽織って演奏した。浅草オペラにあっては、カルメン前奏曲も、ちゃんちゃらお菓子や。 チャンチャラお菓子屋、チャンチャラお菓子屋、えへへへトッペラゴロたちに歌詞をつけられた。オッフェンバックのオペレッタ、ジェロルスタン大公秘殿下が、文大賞に、ベアトリーチェが、ベアトリ姉ちゃんに変わる。六名館時代には、上流階級の足並みであった、西洋音楽が、一気に、大衆のものに落とし込まれていく浅草のダイナミズムで、ある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。